その時に中トマスとかめっちゃでかなったなってイメージでしたもんね。面積は人口はね、稼働して稼働してってほどでもないのか、四日市の方のが全然多いんですけど、はあ、暑い。その先は何、携帯の無線施設かな。ああ。この辺り入ってるのはブラジルか、ブラジルじゃないな、これデンマイか、もうこんなでかくなってる、あ、すごいな。あ、これはこれで別の地帯ですけどね。よいしょ。獅子頭とはあんまないんだね。これもそうだし、大植物だ。あ、ここにでも上の城跡あるんだ。へぇー。入り口 50m。あ、でももうなんか入れない感じかな。閉まってそう。ちょ、この先にあかんの？別の城跡。あかんの？こんなところに。やってるのか。全くこっちも何も咲いてないけど、上野城って伊賀のね、伊賀上野城はね、まあなんやかんや賛否両論ありながらもしっかりとした建物ですけど、なあ、どうなんだ。あ、でも意外とちゃんと公園になってんだ。どっちからどっちがいいんだ。あ、あれ、あれ、あれ、でかい公園なんだ。へえ。この辺りが城になってるのかな。へえ。あ、意外と遊具とかがあるところで結構奥様遊んでらっしゃるし、結構いろいろとあるね。へえ。この辺りが多分お城の跡なんですよね。で、こっちから先に行ったら円光寺の方にも行けるんだ。大丈夫。かなり険しそうだけど。これでも買ってくらい険しいよって警告してますもんね、もはや自然が。うん、見てみましょう。よし、なるほどな。あ、こいつこのちょうどど真ん中あたりにあるんだね。多分これど真ん中ぐらいだよな。ちょうど豊洲上野とか抜けていくところのあるんですね。これは貯水タンクか、どこ高いとこだもんな。ああ、なるほどな。よいしょ。ああ、しかしね、この辺りは杉が多いですな。いや、杉の香りがする気がするもんな。だってこれ全部杉だな。杉だね。ああ、これ杉だ。それはね、飛ぶわ、花粉も。ああ。おお、あ、来るね。花粉来てるわ。よし。花粉こ、花粉つきまくってる。そして暑い。おお、やってるね。行くか。で、奥に公園が。なんかデカめの公園なんだね。あ、でかいわ。なんか建物、立派な建物建ってるわ。上のじゃあこっちの方がなんかみんな書いて作ってあるじゃん。へえ、こんな感じだ。あ、なるほどね。戦国のよって江戸幕府三代将軍のハートだった。これでゴーって読むかな。ゴーちゃん、ゴーちゃん、いいもんだね。シャレや、長年伊勢に住んでるけど知らなかったや。で、展望台合衆室とかこっちの方にあるんですね。午後3時まで。午後3時まで、もう閉まってるか。ああ、伊勢信仰の時とかな。ああ、なるほどね。はい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 。上の方ですね。こっちに城郭があったんでしょうね。
なるほどな、ここまで聞くか分かんな、なかなかシュールやな、これ。ここからかチラッと上見る、まあ、意外と白そうだね、上何が突っ切れる、突っ切れるのか、あ、公園案内とかあるわ、あー登るね、あ登るね、水平ここだからね、登るね、本丸展望台、展望台とかあるんだ、よいしょ、本丸跡が、さっき見たところはごく一部か、本丸跡はでっかくあるんだね、天守台とかも、あとも、こっち上、せっかくだからちょっと見ていこう、ああ、結構車も止まってますしね、市民の憩いの場になってるんでしょうね、まま残るね、あれこの上に本当に物見屋蔵みたいな感じで作ってあるのか、この辺りに天守閣じゃなくて見張り台みたいなのがあったあたりかな、でこっちが、なるほど、本間だとなんだ、結構広い、その新組とかできるように一応土俵があるんですね、郷姫ゆかりの地ってことで、なるほどね、こういう風になってるんですね、なるほどな、へー、よし見た、確かにちょっと守衛のあれみたいになってますもんね、これ建物とかも、展望台なんですね、登れちゃうのかな、展望台登った方がいい、しんどそうだなこれ、登れるの、なか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 すごい作りだな、上野城の構造とか持ってますね、無料で入れるみたいですね、ああ展望台あるんだ、どういう構造なんだ、あ、こういう風になっててね、修行室とか一応あるんだ、ん、あ、10分前か、なるほどね、で、この上に登ってとかできるみたいですね、もう閉まっちゃうみたいですよ、展望台だけちゃんと見ていこうか、今日も空いてる人だったんだ、なるほど、あ、意外と高いね、で、あ、一瞬湾が一望できるの、あ、結構綺麗じゃん、東寺島、神戸島とかも全部見えんだ、構成を見える、結構はっきり見えますね、よいしょ、こんな感じ、網目の方に寄っちゃいますけど、富士山も雲海湯とこっから富士山も見えんだ、すげえな、さすがに見えんだろうな、すごい霞んでるもんな、なるほどな、はあ、伊勢湾は一望できるんですね、でさっき歩いてきたらこっち方面なんですね、
遺跡がこっちにあると。なるほど。ああ、海の方見るとこっち側になるんだね。こっち島とかも全部見えるんですね。へえ。意外といろいろと見えるところなんだ。へえ。ちょっとまた改めて来ても面白そうだな。早い時間に。さすがにちょっと時間が。そんなのあるって知らんかった。そうだね、3月だもんね、今多分放送かかってる時にはやってるんじゃないかな。なんか足のリンクがなかったら貼っておきましょう。この時ロマン、上350円、すごいですね。今日は航行する船の目印。なるほどね。あ、これ同い年だ。昭和59年2月なんだ。私と全く同期ですね。私も昭和59年2月生まれですからね。なるほどな。あ、こっちから降りるんや。そんなにちゃんとした階段あるよな。なるほどね。まあ、こんな感じのところか。よしよしよし。まあ、こういう他の人が行かなさそうなところをね、ずけずけと行くのがうちのチャンネルらしい。よし、あらかた見たし、本題に戻ろう。何だったっけ。豊洲上野ね、豊洲上野に行かないといけませんからね。上野三昧ですね。